はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピーチ2015実況プレイ松井裕樹サムライビッチパート7ですかね、やっていきたいと思います。でね、前回は1勝1敗1セーブということで、まあなんとも言えない感じやったんですけど、まあ、今回からはね、頑張ってやっていきたいと思います。それでね、1試合までカットしたいと思います。はい、1試合目の登板は西武戦、2対2点差ところですね。頑張っていきましょう。今ね、オールスターの2回目の中間発表で2位でした。サファテががっつり1位でしたね。まあサファテさすがって言ったところですかね。まあ頑張っていきますよ。なんとか巻き返してほしいですよ。まあね、西武戦4番からってことなんでね、ランナーは溜めたくないですね。よーし、そうだんじゃない。いいね、とりあえずワンアウト。まあね、なんとかしのがないとね、どうしようもない感じなんでね。しっかりいきましょう。どうだ、取れる。オッケー、いいね、本当にいい感じ。今日はいい感じだよ。まあ、前回のオリックス戦とあれはロッテ戦か、まあね、打ち込まれましたね。面白いぐらいにね、まあやられましたよ、一言で言えばね。オッケー。いやー、今日は何球、3球4球ぐらいで終わったんちゃいます。いやー、ものすごくいい感じでいけましたね。これ14セーブ目かな。いや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 、このままね、難なく終われればいいんですけどね、今回の回はね。お、どっちの松井も活躍してますね。松井和夫ももう少したら2000本安打、まああと150本、もうちょっとかな、100本ぐらいは残ってるとは思いますけど、まあ頑張ってほしいですよね。和田ちゃんもね、2000本安打までもう少しですし、頑張ってほしいですね。じゃあね、2試合目までカットしたいと思います。はい、2試合目は投手、まあ投手なんですけどね、西武、10回の裏同点ですね。だからホールドがつく場面ですね。14セーブでね、今はリーグ2位みたいですね。きっとサファテが1位なんやろうな。まあね、どこまでやれるかは分かんないですけど、やるからにはね、1位狙いたい。まあこういうところもしっかりと活躍したいですね。まあね、しっかりね、ストライクゾーンには入れていきたいですね。さあ注目の打席です。ナイスボール。スラーブかな。スラーブここやな。オッケー、ナイスボール。いいね。見せようか。一球見せます。一球見せましょうか。高め。内角高め。ストレート得意なんでね、絶対甘くはならないように。あれ、ラッキー。もっと外してると思ってたんですけどね。まあ向こうもあまりそういうボールに、予想はしなかったみたいですね。よかった。そこらまず外角ストレートから。よし、オッケー。ラッキー、いいね。ものすごくいい感じ。絶好調の中村か。これはちょっとしっかりしないとな。オッケー。合ってないよ。もう一球いきましょう。全然合ってなかったですね。さあもう一球スラブ。くそ、同じコースで破らないか。もう一球いきましょうか、もう一球。でも今の見逃し方やと分かってきちゃってるかな。オッケー。ここであえてスラーブではなく D カーブ、対応してくるか。ちょっと低めにね。あっ、おー、ラッキー。これでストレート内角ズバーンってきたら、なかなか中村とはいえ打てないんちゃいます。ジャストミート。狙ってましたか。そうですか、直球を狙ってましたか。サークルチェンジでよかったですね。悪いボールじゃなかったんですけどね。やられた。これメヒアでしょう、苦手なスラブ。
まず初球しっかりと見極めました。よし全然よしじゃない。ホームに送球、やっぱりメヒア中村を打ち取れないですね、なかなかね。次が秋山とかやめてほしいな。代打誰や、あ、脇谷や。得点圏打率高い、チャンスもあるかよ。もう意地で作ったチャンスですからね。ごめんよ、それもよりによって次坂田かよ。OK、ナイスボール。OK、外角。まあ、決めればサヨナラですね。狙ってますね。それも外角狙ってる気がする。インコースストレート。OK、そこからのサークルチェンジ。あっ、立て。はい、終了。ああ、やらかした。甘く入った。2敗目ですか。悔しいな。2アウトまでは完璧やったんですけどね、やられましたね。しょうがないか。本当ですね、しっかりしないと。まあね、たらればを言うならセーブ陣出せよって話なんですけど、まあそんなことも言ってられないんでね。じゃあね、第3試合目までカットしたいと思います。はい、3試合目の登板は甲子園、今回からね交流戦入ってきましたね。阪神戦5対2、本当の方では阪神が3立てしたんですけど、今日は則本ということでね、打ってなかったみたいですね、阪神はね。さあ3点差ありますし、しっかりいきましょう。ああ、伊藤隼人、いや松井君といえばやっぱり甲子園ですよね。22奪三振でしたっけ、あれ記録ですよね。かっこいいですよ、22個ですよ、5個以外、5アウト以外は全部三振ってね、まあ、レジェンドにも程があるというかね、まあ、あのスラーバーやっぱ確かに高校生は打てないでしょうね。だって練習するにもあんなスライダー投げる人だって世の中いないですもんね、プロでもいないのにね。すごいですよね、もうかっこいいと言ったら嵐ないってやつですよね。僕はもう何回も言いますけど、松井君の2ブロックがね好きなんですよね。よし、おお、結構すごいとこ思ってたね。おお、結構ギリギリ、さすが早いと早いですね。さあ、いくよ。山本が2番か。それも左ミート高いで好調っていうからね、なかなかインコースさばくのがうまいんですよね。だからあんまりインコースは投げたくない、勝負球ぐらいがいいですね、どちらかといえば。ピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。OK、ナイスボール。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、6球ストレート。でもね、流す打ちもね、流す打ちって流し打ちもうまいんでね。 OK、 ナイスボールですね。でボールラムになるスラーブ、ツーストライクです。いいんじゃない、振ってくれるといいですね。振らないと思うけど、やっぱり振らないですよね。まあ、悪いところのコースじゃなかったですけど、でサークルチェンジで仕留めれると大きい。外外れてボールフルカウントです。全部低めできて高め、それもインコース高め、ここはびっくりするでしょう。なんなんですかさ、狙い撃ちしてるみたいなね打ち方。まあ、ボールの球威がなかったっていうのが範囲ですかね。いやでもあんだけ低め見せてて急に高め来て、あそこの対応力はさすがですね。オーケー、ナイスボール。インコース。大事な場面だと思いますよ。すいません。松井君デッドボールが多いですね。なるほど。この打席のポイントになりそう。どうだ。うわ、完全に抜かれた。取れないですかね今のね。うまいこと打たれてますね。さあ、ここ守りますよ。両手足。両手もね、西岡も怪我しちゃってるんでね、ちょっと阪神面白くないんですけど、今はね。頑張ってほしいな。どうか。高めに1球見せましょう。OK。サークルチェンジ。マジで。アウトじゃない、ラッキー。いいねいいね、ちょっとゴメス生きりましたね、積極走塁やったかな。
さあここはマートンを抑えて、抑えれる気しないけど頑張りましょう。ナイスボール。もう球ストレート。大きい。タグルチェンジ。よし、ショート。うまい。オーケー。なんとか2失点したけど。オッケー。まあセーブはセーブですから。よかった。ちょっと打たれ始めてるというか、ちょっと研究されつつあるというか、自分が不甲斐ないというか、まあ全部なんですけどね。まあなんとかセーブは取りましたね。いや、マートンはよくしのげれましたね。なんとかね。ふぅ、って言ったところですね。まあなんとか、よしみ。よしみ同じ中学なんでね、頑張ってほしいかなと思いますね。てか楽天がずるずると下位の方にね、今4位なんですけど、まあ1位から4位まで1ゲーム差なんでね、まあまだまだって感じですけど、じゃあね、今回これましてまた次回やっていきたいと思います。まあ次回は6月に入っていくんじゃないかなと思ってます。頑張っていきましょう。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、ソウスケでした。さようなら。